7月14日日曜日、アイルランド・キルケニーで開かれたボブ・ディランとニール・ヤングのジョイント公演で、ディランとヤングが共演した。ローリング・ストーン誌によると、彼らが一緒にライブパフォーマンスするのは1994年以来、25年ぶりだったという。ボブ・ディラン、ニール・ヤング関連画像。この日、ディランの公演半ばでヤングが登場し、二人は Will the Circle Be Unbroken をプレイした。ディランが1907年